今季は怪我もあり、久々のホームでの先発出場となりました。今日はどんな気持ちでゲームに入られましたか？そうですね、まあ、自分にできることをしっかりやって、まあ、チームの力になれるように最初から100でいけるように、まあ、そういう気持ちでプレーしました。はい、そして34分、見事なあの今季初ゴールを決めました。得点シーン振り返っていただけますか？そうですね、まあ、大輝がまあ、サイドで持つといいボール上がっていくかなっていうのがあったんで、まあ、あとジネイの後ろに入ればチャンスかなっていう感じがしたんで、そこに飛び込んだらちょうどいいボールが来たんで、まあ、うまく合わせられてよかったです。ヘディングでのゴールでしたね。そうですね、まあ、相当珍しいと思います。そしてあの後半は、同点となりましたけれども、あの後半のこう試合運びなども振り返っていただけますか？そうですね、まあ、追加点取れて、その後ちょっと押し込まれる時間帯もあったんですけど、まあ、そこで点取られてしまって、まあ、こっちもチャンスがあった中で3点目取れなくてっていう中でずっと行ってしまって、まあ、最後ああいう相手がパワープレーというかイバに蹴ってくるっていうのは分かってたんですけど、そこで、まあ、やられてしまったんで、まあ、最後の失点はちょっともったいなかったのかなっていうのはありますけど、まあ、それでもチーム全体でしっかり同じ方向を向いて最後までプレーはできたんで、まあ、いいゲームはできたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。